はっきり明確にして、これが私にとっての本物ではない、これが全くの誤りだってことを教えてほしいって、もう、懇願するとき、はっきり明確にポインティングして、それについて誤りだってことを受け入れたいって声明してるので、深いレベルに収めてたそれらが、どん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 洗い流されていくってことが起こるんですよ。ものすごくやりたくなかった。やりたくなかったね。やりたくなかった。もうなんか、やりたくなかった発狂ね。するぐらい嫌かもしれない。すごく逆のことを信じてるんですよね。これを明確にすると、これがあったっていうことを認めてしまうと、私の罪深さが100%確定してしまう。その、この世で、完璧になっていけば、なんかこれを濁せる。100%ではなくて、98%とか97%とかにこう、薄めることができるように思ってた。逆、完璧なものであろうとしたりとか、価値あるものになろうとしたりすることによって、これを抑圧して見ないで、癒されない、癒されない、癒されない。ずっと自分の無価値性、罪悪があるっていうのは、拭い去られなかった。価値あるもの、価値あるもの、完璧になって、いいことして、どうでこうで、人に見てもらえて、ずっと温存されるままだった。私が信じている、私に握りしめている罪悪感の価値観。逆逆。それをいかにもだったかっていうことを認める。完璧であろうとか、価値を認められよう。できるでしょ、私。やめる。それやめる。そうすると、ここに向き合うことになる。で、ちゃんと深いレベルからいかに自分が自分に無価値性罪悪を見ているか、本当にいかに根底から自分がそれが自分だって信じているか、認めてもこれはリアルにはなることが不可能。ちゃんとはっきり深いところから掘り起こされて認識される、認められるからこそ、これがすって洗い流される。これがありました。ちゃんと生理として認める。ああ、よくやったね。そんなにあなたがずっと今まで長いこと自分の心の奥深くに隠していて、絶対に見ようとしなかった。それをね、あなた今認めていってるのね。よくやったねって言ってる。自分は悲痛な思いかもしれない。もうこんなの本当は認めたくなかった。こんなの認めたらリアルになっちゃうじゃないか。やりたくないと思うかもしれない。でもそれを踏ん張って、本当に完全に洗い流されていくわけだから、踏ん張ってと認めていく。罪悪感、無価値観、欠乏感、自分は醜い、自分に対する憎悪、強烈な自己憎悪、私自身が愛と助けを求める泣き叫びなんだから、その泣き叫びの起源、こういうものをリアルだって信じていたから泣き叫んでいた。これについてあなたの正しい声からの答えを聞きたい。これが全部、一切、どれも、一粒残らず、全部自分の誤りだった、間違った、その認識だった、錯覚だった、全部嘘だった、本物ではなかったってことを受け入れたい。月物落ちるみたい。月物が落ちていくように、と洗い流されて。なんで洗い流されるかって言ったら、ちゃんと自分がそれを深いレベルから表に出すってことを認めたから、自分の認識に上がるってことを認めたから。そして、こういうものが私の心の奥底に秘められていましたってことをちゃんと自白するか。そして、これが癒されることを私は求める。あなたの助けを求める。ちゃんとそれをはっきり明確にするか。そして、精霊が癒してくれているってことを受け入れ、あなたの癒しを受け入れます。それで素直に、どうにかしようとしないで、この世界どうにかしようとしないで、素直に、それを受け入れるから、ただただ洗い流されていく。
秘めてる間は、成し遂げようとしてる間は、なかなかそれはそんなに深いレベルから洗い流されない。これが真の許しなんですね。真の許し。イエスは三部作を読んで、テキストを10回も20回も100回も通読して 歩く工数学習者っていうか、歩く奇跡講座になってもらいたいわけじゃないです。助けにはなるけども、あなたがただ素直になればいいだけだよ。素直になるやり方が分かんなく、どうにも分かんなくなっちゃっただけだったんで、そのために何かの助けになるから、こういう三部作をヘレンやビルに通して表したけども、ただ必要なのは素直になるだけでいいんだよ。素直になった時、心は開いていくし、防衛しないし、素直な時。素直になりますか？なりたいです。なります。なります。で、この泣き叫びを認めてあげる。で、浮上させてあげて、助けを求めていくっていうことが、素直であるっていうこと。そうです。全然違うこと考えてたかもしれないそうね。ですね。でも、今おっしゃってくれたように、精霊は導いてくれてる。私が素直じゃないだけで、明らかに また答えを聞いた感じで、のりこさんっていう口を通して。もう本当、助けが必要な泣き叫びを自覚する。ムージーが言ってた前に、I am that って言ってたね、日本語字幕は消えちゃった動画だけども、あそこで、まずあなたが一番先に酸素マスク自分の口につけてください。自分に酸素マスクつけずに隣の人を助けようとしないでください。あなたが愛と助けを求める叫び声なんですから。まず自分が愛と助けを求めて絶叫してるっていうことをちゃんと認めて、それに対するケアが必要だっていうことをちゃんと認める。ってことは、あなたが酸素をまずつける。あなたが最初に酸素をつければ、助けをね、与えてるわけだから、自分が自分に。隣の人がもし気失ってても酸欠で、10秒間とか失ってても、自分が取り付けて、安全な状態で、助けを与えてる状態で、隣の人の酸素マスクをこうやってつけてあげることができる。いろんな人の酸素マスクつけてあげることができる。まず自分が正気にならないと無理。いかに自分が愛と助けを求め絶叫してるか。絶叫も絶叫ですよ。いやー、ちょっと。もっと深く見ていく必要があるんでしょうね。表面的だから、ちょっとこう見ないように、こう、愛もこうやってるし、してきたから。だから、これを、この罪悪感、無価値観がもう、強烈に信じてしまったので、心ってすごく強烈ですね。心のパワーっていうのが非常に強烈なわけですよね。強烈な心のパワーを持って、罪がリアルだって一回信じちゃったので、これが癒されずに、愛ばかり見ようとしても、なかなか難しいわけですよね。だから、今せ、そのでも、こう、罪悪感、悲鳴、こう、ずっと、蓄積されたままでも精霊が助けてくださっているってこう信頼を高めることはできるけれども、もうその精霊を信じるっていうところから、それがもう始まりの始まりで、じゃあ自分がいかに愛と助けを求める絶叫だったかっていうことを認め始めていくっていうことが大事。でもね、これ精霊に対する信頼が微塵もないまま、自分がいかに絶叫かって認められないですね。とてもじゃないけど。だから純子さんは今そうやって光がここにある、愛がここにある、そこから目を背けないことなんだ、精霊を信頼することなんだな、精霊は今までずっとこうやって完璧に導いてくれてるんだな、そうやって信頼感が
だん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 増していってるから、その信頼の中、自分がどんなに偏屈になっても、どんなにこう正直じゃなくて素直じゃなかった時でも、精霊はずっと導いてくれてるわけだから、じゃあその精霊と一緒に自分の中がいかに泣き叫び絶叫かっていうことを、自分の泣き叫びのためにも見てあげようじゃないか、助けてあげたい、私はぜひとも自分の助けを求めている部分を助けてあげたい、精霊と一緒に自分が自分の味方になる、これやっとできる、できていくところなのかもしれないと思うね、うん、そうだなって思います、うん、ね。と、いかに自分が自己像をしていて、いかに自分が自分にもう、もう訂正不可能な罪を見ているっていうこととか、その無価値性を見ているっていうことを、聖霊と一緒に、これを信じちゃってるから泣き叫んでるわけだから、泣き叫びが癒されるためには、これがちゃんと根元から単に認識されて見つめきる必要があるわけじゃない、闇と一体化して見つめきる必要があるわけじゃない、ただそういう絶叫のもと、こういうものが信じられていて、ずっと温存されていた、もうとんでもない苦しみ悲しみを伴った罪悪感、無価値感でした、欠乏感でした、でもこれが全くの誤りなんだったら、あなたによって洗い流されることを受け入れたい、私はこれが誤りだってことを受け入れます、意思します、私の YouTube の公開動画の中で、その恐れとは何なのかっていうと、精霊から見た恐れは愛と助けを求める混声なんだ、愛と助けを求める叫び声なんだっていうふうに一回解釈し直しましょうっていうのがテキストに書いてあって、それをこう読んでいるんですけどね、恐れとは愛と助けを求める混声なんだ、自分が恐れを感じた時、自分が罪悪感を感じた時、無価値感を感じた時、これが私の泣き叫びなんだ、無価値感、罪悪感、欠乏感と、それについて絶叫している私の泣き叫びは一つなんだよね。罪悪感感じた時、なんかもやって触れた時、自分は間違いなく泣き叫んだようなことを認める、これはその誤りが訂正されるのにとても重要な鍵なんだ、すごく重要だと思いますね。純子さんのためにメモってあげるといいね。愛と助けを求める泣き叫び、絶叫泣き叫びか、愛やる想念。私の心の中にはどっちかだけがあるわけじゃなくて、どっちも常にあって、今私がどっちと一つの状態なのか、ね、うん。それをちゃんと見たい。もう、ああ、ありがたい、幸せな。で美しいんだろうって時、間違いなく愛と助けを求める叫び声と同一化してはいない時、うん、愛ある想念と一つ、でもその愛ある想念と一つの次の瞬間、またこう自我のトリックみたいなのが起動するから、その次の瞬間、なんかそれ以上私に質問するなみたいな、こう選ばれるの、こう質問に対して、うん、やめてくれ、こう愛と助けを求める泣き叫びがそのともすると浮上するわけですね、うんうん、まだ私たち完全に癒されてないからです、ね、うん、その時、あ、私の中の愛と助けを求める泣き叫びが今起動した、ただそれだけのこと、それについて助けをこう求めるってことが大切なんだな、私は助けが必要だってことを認識して、助けを求めて助けを受け入れる、このシンプルさが本当に必要なんだな、この、ね、そのあたり、この心には2つのレベルがあってっていうのが、今日の純子さんに精霊から与えられた言葉なのかな、うんうん、だから純子さんだけじゃない、みんな、私もそうだし、全員が共有する話だと思いますね、うん、はいはい、いいかな、これで。はい、やっていきます。はい、やっていってください。よかったら、はい、その YouTube のところもね、見たり、テキストのところも、はい、イエスの言葉聞くといいかもしれないね。うん、はい。